PyCharm はジェットブレーンズによって開発された Python の統合開発環境。PyCharm はコード解析、グラフィカルなデバッグが、統合単体テスター、統合されたバージョン管理システムジャンゴを用いた Web 開発環境を提供する。クロスプラットフォームな開発環境であり、Microsoft Windows Mac OS Linux で動作する。PyCharm はプロプライエタリソフトウェアと アパッチライセンスのデュアルライセンスで提供されている。PyCharm はアクティブステイト社のコモド IDE や Eclipse の PDEV に対抗するために公開された。ベータ版は2010年の7月に公開され、その3ヶ月後にバージョン1.0にアップデートされた。バージョンは2.0は2011年12月13日に公開された。 バージョン3.0 2は2013年9月24日にアップデートされた。PyCharm にはいくつかのライセンスがあり、どのライセンス下で配布されるソフトウェアも同じ機能を持つが価格と利用規約が異なっている。オープンソースプロジェクトで用いたり、教育で用いる場合には価格は無料である。その他の教育利用のために割引価格で購入できるアカデミックライセンスもある。 ありがとうございます。